男子の脈なしサインは、ごめん、寝てたと言われた時です。あなたに対する優先順位が低いことを示しています。男子の脈なしサインは、体調の心配をしない、気になる人は何としてでも助けようとします。男子の脈なしサインは、2日以上の既読無視、未読無視です。興味がない証拠です。男子の脈なしサインは、遊ぶ約束はするけど実現したことがない、とりあえずいいよって言っています。男子の脈なしサインは、話を広げようとしない、気になる人には頑張って質問などして話を広げて楽しませます。男子の脈なしサインは、遅刻やドタキャンをされる、気になることの待ち合わせなら絶対に早めに来ます。男子の脈なしサインは、リアクションが薄い、あなたより他に興味を持っている人がいます。気になる人と話すときは頑張って盛り上げます。男子の脈なしサインは、2回目のデートがない、1回目のデートが盛り上がらなかった、楽しくなかった可能性があります。最後に、共有からライン3番目はあなたの好きな人です。おしゃれでしたー。男性の脈がないサインですけど、はい、脈なし。脈ないとき、例えば学校。学校、はい。学校で女子から話しかけられたことがない。ただの陰キャやないか。いやもうだから経験がないから、やったことないですね。でも、好きじゃない女性にアタックされたことはありますか？ある。ああ、その時にどう接したかです。ホテルに行こうって言ったんですよ。いや、やっとるやないか。いや、違うんです、違うんです。やってないんですよ。やってない。だから、ホテルに行こうって言ったら、まだ早いって。向こうが断った。そう。ええってなるじゃん。え、好きなんですよね。付き合ってくださいって言われたから。いや、付き合えないけど、一回ホテルに行こう。ああ、なるほど。もうどうでもいいから、一発目からホテル誘っちゃう。あ、そう、あ、そうかも。そういうことだ。あ、そう。あ、分かんなかったけど、そういうことだったんだ。要はやりもくってことですか。まあ、でも正直に言いましたよ。付き合えないですけど、ホテル行きましょうよ。すがすがしい脈なしです。